クリスマスですね。皆さんどのようにお過ごしですか？はい、皆さんいつもご視聴いただきありがとうございます。本日はクリスマスですね。まあ、クリスマス当日に収録しておりまして、昨日ですね、クリスマスイブだったんですけど、その時にその新宿中央公園ですね、イルミネーションライトアップされてるってことで動画を撮ってきてみたので、楽しんでいただければ嬉しく思います。で、皆さんこうちょっと話脱線してしまうんですけど、クリスマスプレゼント自分に何か買われましたか？私はその仕事の件だとか、あとこう自分の欲しいなって思ったものっていうのも仕事にこう結びつけられるのであれば結構買ってしまうんですよ。結果的にこうしっかりこうそこで仕事ができればいいし、それでさらにこう楽しめれば、こうやはりこう自分らしい生活っていうところでですね、有意義な買い物だったなって思えると私は思っております。で、今回はなんですけど、その仕事を勉強、そういったものにとても便利なものを一つ、私自分自身のために購入しました。で、それと合わせてなんですけど、こちらも撮影ですね、撮影で使ったりとかすることが多いので、何かをもう一つ買ったので、その2つですね、これ今後ちょっとこちら動画の方で残していきたいと思います。はい、その1つなんですけど、この動画の方でですね1個紹介しちゃいたいと思います。こちらの方はなんとなくこう皆さんも欲しいなとか思われてる方多いと思います。それがこちらです、 iPad ですね。ただこの iPad mini になりまして、今こちらの品薄になってて、なかなかこう手に入らないらしいですね。で、私も欲しいなって思い出した時には手に入らなかったんですよ。それがですね、先日ちょっとお散歩に行っていたら中古で1個置いてあったんですね。でもそちら購入してしまおうかなと思って現品見せてくださいって言ったら、店員さんが後ろから未使用品がありますよということで持ってきてくれたんですよ。偶然にもこう未使用新品な状態の iPad mini 6256GB の Wi-Fi モデルなんですが、こちらを入手することができました。こういう偶然ってあって面白いですね。それでこちらの方なんですけど、私結構こう、Apple 製品好きで、その他にも iPad Pro とか、iPhone 12ですね、12 Pro Max とか、他 MacBook とかいろいろ持ってるんですが、それらのですね、用途と被らないように、iPad らしくこう使うために、ちょっとこう、アプリだとかを入れたりだとか、用品ですね、そういったものもちょっと揃えてみましたので、別の動画でお知らせさせていただきたいと思います。で、もう一つ、私自分自身のプレゼントのために買ったのは、私こうカメラとかも大好きなので、結構種類とか持っちゃってるんですよ。カメラとかレンズとかですね、そういうのをちょっと整理しようかと思ってます。整理をしなきゃいけないなっていうのも、オールドレンズをしっかり持っておくために場所が結構必要なんですね。なのでカメラのボディもレンズもちょこっとずつ整理して環境整理していこうかなと思ってます。で、またこちら何を整理したかとか、なぜ整理したかっていうのもシェアできれば何かこう参考になるかもしれないなと思うので、今後動画にしていきたいと思います。この後ですね、クリスマスイルミネーションの動画流したいと思いますので、どうぞお楽しみください。